ビゲーションをやったかと思うんですが、その感想と。めっちゃ難しかったね。噛んじゃいけないなって思ったさ。大体普段から何言ってるかわからないって言われる方なんで。やっぱりあれを頼りにされる方にきっちり情報が届けないと。一番苦労した点は何かありますか？顎が動かなくなる。本当に。あとね、腹筋がやっぱりその何か呼吸とかそういうものは違うんでしょうね。だったりするの、ワンステージ、ツーステージやってもあんなにきつくない。よろしくお願いします。はい、はい、ビゲーションの、その声です。はい、声の難しそうだと思ったんですけど、この中国の史実とかモンゴルもそうなんです。大好きなので、チンギスハーンさんっていう、あの方の小説や幻聴史っていう史実の、まあ、歴史の史実の方がそういうのは好きで読んでた。声にね、いやもう本当気持ちを込めて魂込めてやらせていただいたつもりなんですけどね。どうですか、音声ガイド。はい、分かりました。どうでした？いやもういい声で。ね。はい、勉強になりました。どうですか？特に有名な人がいるんですね。特にチンギスハーンって人はね、千年に一度の偉人ですからね。まだ資料がさほど多くないので、これから出てくる。見どころといいますか、好きなところといいますか、魅力って何ですか？この時代のその歯を成した方って、だいたい戦いが上手だったとか、それが一番最初に出るんですけど、彼はもう卓越したその政治家でありね、経済財にその経済もう全てがね、天才的なんですよ。波動機、なんでホーミーにこだわるホーミーやってもらえたらありがたいなっていう。え、それ響きが好きなの？響きが好きな。ホーミー。はい。面白いですね。ああ、そうですね。25年も経ってこんなもんじゃない。チンギス・ハーンさんが最初のカーンを称されたのはおそらく43とか44でしょ。年大体同じなんです。ね、亡くなったのが8月18日って説が、まあ諸説あります。自分生まれたのが8月18日でちょっと嬉しかった。そんな昇進人的な、でもなんか全部嬉しいし。思いました。挑戦したいことってありますか？え？こう新たに挑戦したいこと。枠という枠は全部ぶっ壊してるんですよ。すみません、本当自分のこと喋るとどんどんバカがバレる。今歴史ブームですけど、劇場とこうデートする、いや素晴らしいと思いますよ。やっぱりその温故知新っていうね、そのなんか古臭いみたいなのを捉える方もいらっしゃるみたいですけど、なんか合理的にものをすればするほどなくすものの方が大きい、多いんじゃないかな。一人が暴れちゃった話があります。オフは好きですね。まあその実は原因もわからないじゃないですか。本当はどうだろう。自分も10年ぐらい前になんか売られてたんですよ。買っちゃったらね、大変なことになったんですけど、どうなのかなって。いや朝青龍大変だと思いますよ。彼すごく今歯くしばって、男はほら言えないこともあるじゃないですかみたいな。本当のことわからないなと思って。